皆様、オラカンロスでございます。今日の動画はですね、前回にお芋さんクレープ完成いたしましたっていう動画を出させていただきましたが、あちらのお芋さんの誘惑は大学芋バージョンとさせていただきまして、今回はですね、コメントでいただきました完成しました動画にはですね、完成おめでとうございます、今回は案が使用されず採用されず…でしたが、お芋大好きなので絶対食べに行きますというコメントをいただきました。で、この方、コメントいただいた方はですね、きっとカルロスの想像ではですけれども、モンブラン調のお芋さんクレープなんかいかがでしょうかというコメントをいただいた方と同一人物かと想像させていただいております。それでですね、お芋さんクレープのケンケンガクガクカクガクしかしが議論をさせていただいている時にですね、モンブラン調のなんていう話あったんですよね。で、こうやってやったらできるかななんて思ってるんですよね、やってあげないよなんていう一言をいただきまして、背中を押されて頑張りました。これ意外と握力いるんですね。お芋さんのペーストをにゅーっと絞り出しているんですけれども、カルロスはゴリラですので握力500キロありますんで問題ありません。あ、500キロもあった、これ潰れちゃいますね。でですね、この上の盛り付けをしている時にですね、店頭の店先でカルロスを応援ください。チョモランマチョモランマ盛りチョモランマと、そしたらですね、カルロス握力を駆使しまして、チョモランマ盛りにモンブランのようにチョモランマのようにお芋さんのペーストをくるくるとやっていきたいと思いますので、ぜひ皆様、合言葉はチョモランマチョモランマでお願いします。内容も少し変わっておりますが、変わらず焼き芋とみたらし団子のタレは使用させていただいておりますので、今一度秋の味覚をご堪能していただきたいと思いますので、ぜひご来店の方よろしくお願いいたします。それでは皆様、アディオース。